テーマは家にあるもので頑張って無理やり猫になった人です。ちょっとなんかお腹腹筋が筋肉痛。イエーイ、自分の紙で作りました。あ、なんかここにねシャンシャンで書けばよかったね。あ、ちょっとじゃあ書こうと思います今から。テーマは家にあるもので頑張って無理やり猫になった人です。いけてる？いけてる？私猫になれてるかな。あのさ、数々のアイドルが今日ショールームさんで可愛いコスプレをして配信してらっしゃるじゃないですか。私は本当に、え、でも本当に仮装というかコスプレというかなんかしようと思ってたんですよ。でも本当に時間がなくて、もっと前々から準備しておけばよかったんだけど、ちょっと準備できなくてっていうね、ちょっと言い訳しますけども、ちょっとめっちゃ猫耳、え、うまくない？私超苦戦したんですよ。まず猫耳ってどうやって作るのみたいな、で調べてちょっとやりました。え、すごくない？結構猫耳じゃない？私カチューシャとか今日探したんですよ。もう時間なかったけど急いで、でもね、もう街はクリスマスなわけよ。早すぎて、今日ハロウィンなのにハロウィン系のやつ何もなくて、そんなことがあってみたいな。だからもう自分で、え、すごい、これ勇気いるな。あ、ちょっと待ってくれ、待ってね、電波がねすぐ治りますからね。なんか今日幼くない？猫耳だから。ちょっとこれ顔描くの勇気いるな。でも去年なんか生写真の時に描いたか。でもコスプレしてないからね。いや、しようと思った。お、すごい、どうですか？細い、まあ、もう細いくらいでいいんだよ。ひげだから。お、なんでこんなもんだっけ。えい、いいんじゃない？え、なんか、いいんじゃない？いけてるやん。猫じゃない？今日ね、このほら、目尻のなんかメイクとかもちょっとヒューンってしたいね。なんか、猫っぽくしました。薄い？嘘？いい感じじゃない？私の画面ではいい感じよ。めっちゃ猫。濃くない？むしろ。ちょっと濃すぎたくないってくらい。え、皆さんが同じ、ちょっと皆さんので見ると薄く見えちゃう感じ。え、ちょっと書きすぎたかもしれない。やば、消えるかさすがに。じゃーん、猫です。ちょっとこれがめっちゃね、かゆいんですよ。かゆい。ハートのと星のキラキラのシールもありました。イエイ。で、ね、聞いてください。あのね、ちょっと今日喉の調子がおかしいんですよ、朝から。ちょっとあのさ、ハロウィンだからちょっとハロウィンっぽいお菓子を作ろうと思ったんですよ。でもちょっと本当に時間がなくて、今日はあ、ちょっとそれは諦めようと思って、作る暇がなかったから。でもそしたらお店でなんか、あの普通にスーパーとか、なんかコンビニとかなんかあるじゃないですか、あのハロウィン系のスイーツとか売ってるじゃないですか。だから、あ、それを買おうって思って、で配信で食べようと思ったんですよ。そう、もともとハロウィンスイーツみたいなのをちょっと作って
配信食べようと思ったんですけど、ちょっとそういう事情がありまして、で買ったんですよ今日お店に行って、買う時間があったので。で焼きプリンモンブランっていうのを買いまして、普通に出来上がってるスイーツね、あモンブランやと思ってそう買ったんですよ。でさっきもなんか袋っていうかにも入れて持って帰ってきたんですけど、見てくださいこれなんかプリン、焼きプリンの上にほらこんな感じで可愛いスイーツ買ってきたんですけど、焼きプリンの上にちょっとホイップクリームが乗ってて、その上にモンブランがバッて乗ってて、すごくわー美味しそうだと思って買ったんですけど、見てくださいやばくない？ちょっと袋に入れて持って、ちょっと振り回しすぎたのかな、で自覚はなかったんですけど、ちょっと帰ってきたらこんななってました。ちょっとね飽きてみようと思います。いやもう本当に悲惨な状態になってて、まあ味はね、味は変わるわけじゃないからね、見た目はちょっとあれになっちゃいましたけど、ということで美味しくいただきます。トリックアトリート、振り回してない、スキップすらしてない、ゆっくり歩いて帰ってきたのに私手ぶん回しながら歩いてるのかなねね、ちょっと食べようと思います。そう、じゃあ開けてみますね。いや、何かお菓子用意すれば、じゃあ今のうちにみんななんか持ってきて、お菓子一緒に食べよう。パカパーンあーもうすぐ、あーもうやばいことになってますね。ちゃんとモンブランでしたよ本当はね。ちょっと偏っちゃいましたけど、まあ味は変わんないですよ。私モンブランすごく好きなんですよ。でもずっと食べてないな。プリンもめっちゃ好きだし、あ、めちゃくちゃついてた。じゃあでも早速このぐちゃぐちゃとか言ったら失礼、私がぐちゃぐちゃにしてしまったモンブラン、焼きプリンモンブラン、モンブラン焼きプリン、焼きプリンモンブランをモンブランあげる、あちょっとテロップ書こう。猫になったんだよ君は猫です。じゃあいただきます。ちょっとどうやって、すごい、えめっちゃホイップ、これホイップクリームですよね。私ホイップクリーム苦手なんだけど苦手なんか言って、ね、あすごい甘そう。これ今何時ですか、大丈夫、あーもう8時40分、まあ 9時になってないんだけど大丈夫いただきます。ちょっとプリンも一緒に、うわーこんな贅沢、モンブランと焼きプリンが一緒に食べれるなんてこんな贅沢なのがいいんですかいただきます。脂肪、いやおいしい、やばいめっちゃうま、もう最高。あもうモンブラン美味しいな、いいですね、合いますね、贅沢、美味しいです。もう美味しい、素敵なハロウィンでした。明日運動、あ今日ねめっちゃ運動してきたからね、まあまあいいよね、だからまだ大丈夫。えめっちゃ美味しいよ、みんなもなんかこう、まあ、でも見つけたら買ってください、ぜひ。ハロウィンスイーツもでもなくなっちゃうね。えめっちゃ美味しい、アイスまんじゅうのスイートポテト味、いやそれめっちゃ食べたい
やっぱさ、甘いもの食べてる時が一番幸せだよね。うますぎ。うんふん、おいしい。ぐしゃぐしゃにはなっちゃったけど、味は最高でした。ね。して安売りしてないか。確かに一気に安く売ってそう。え、モンブランって美味しいね。なんかコンビニスイーツとか売ってあるやん、よく。ああいうのあんま買わないんですよ。だからたまにこうやって、これはなんか普通にスーパーみたいなとこで買ったけど、いいですね、こういう甘いもの。いいね、幸せだわ。お、顎がモンブランね、美味しいな。秋だね、秋を感じます、モンブランで。確かにコンビニスイーツってすぐ新作出る。毎回うわ美味しそうと思って、でも結局買わないみたいな。なんかマスカット大福っていうのがさ、セブンかな、めっちゃ気になってます、美味しそう。プリン食べながら他のスイーツの話してるの面白い。焼きモンブラン、焼きモンブラン、私ホイップ、甘々のホイップクリームすごい苦手なんですけど、いける、これは美味しいやつや。甘すぎない、甘すぎないホイップクリームに出会うとありがとうと思います。結構ケーキのさ、ショートケーキとかさのクリーム苦手なんですよ。甘ーってなってしまう。いや、甘いものは基本いけるんですけど、なんでもあの生クリームの甘さだけがドッキリきちゃって苦手なんですよ。だからたまにさ、すごく美味しい、甘さ控えめの美味しい生クリームに出会うとありがとうって感謝してしまう。シャインマスカット大福お高い。そうなの？コンビニスイーツお高い。ずっとここでしゃ喋ってるんだけど、うん、後ろの飾り、でもさ、何ですかこのちっこいの、見える、何なのか見える、かぼちゃとちょっと、いや、ちっちゃいんだろうなと思いながら貼ったんですけど、思ってた何倍もちっちゃかった。ゴミで。これはなんかイベントにこの前出た時にハロウィンのお菓子をなんかたくさんいただいて、スタッフさんから、その時にこれをなんかつけてくれたんですよ。めっちゃ可愛かった。で、私の持ってるハロウィンの飾り付けがこれだけだったの、気持ちいい程度でつけておきました。ちょっと近すぎるんですけど、え、それな、場所悪すぎ、めっちゃ隠しちゃう。私がこれくらいの大きさです、私の手だと言うと。大きい、私の手、手大きいんですよ私、分からんけど大きいって言われる。そう、たまに見えるんでたまに見てください。いやいや、コスプレしたかったですけどね。いや、苦手ですけど、コスプレ可愛いやつしたいなと思ってたけどね、結局準備する暇なくった。まあコスプレなんていつでもできますからね。そういえば、てかもうしたしね、みんな見ましたか、私のというか、夢見るの新しい動画が今日の19時にアップされてるんですけど、見てくださいましたか。
もちろん見たよね、みんな。そんな言わんでも、私が言わんでも見てますよね。ウィルソンになること、私、そう、ウィルソンさん実はね、お呼びしようかちょっと悩んだんですよ。結構悩みました。本当に直前までちょっと今日はウィルソンさんにやっぱお願いしようかなと思ってたんですけど、結局ね、ちょっと今日は頑張って猫になってみようと思って無理やり頑張って猫になりました。もうこんな自分の髪の毛があれば猫になれますもん、私ね。猫最強。この格安とさ、自分の髪の毛があればもう猫になれちゃうからね。ちょっと来年も猫だったらすいません ねすいません。そう、ウィルソンさんやっぱお忙しいので、ちょっと今回はやっぱりね、自分で頑張ってみようと思って。ウィルソンさん分からない方、ぜひね、私の1年前の配信というかツイッターに写真アップしてます。ウィルソンさんね、かっこよかったですね。とても面白くて素敵な配信になりましたもん、あの日は。またぜひね、お呼びしたいと思ってるので楽しみにしてください。今日久しぶりにメイクして配信したかもしれない、ショールーム配信。最近ずっと遅い時間にすっぴんでやってたから、なんかお顔がツヤツヤですね、やっぱりメイクしてると。私10月もう10月終わっちゃいましたよ。てかなさ、早いね。あっという間だった。10月一瞬でって感じだった。10月でも10月ショールーム全然できなかったから、11月は10月よりショールーム配信をするのが目標です。ね、もうちょっとね、いっぱいしていきたいなと思ってます。いやー、11月か。11月ってなんだろうなーなんだろうなーって。11月ね、そう、私めっちゃ夜遅くまでいろいろしちゃって、あ、もう配信する時間なくなっちゃったみたいなのがよくあるから、ね、しっかりね、時間を見つけてやっていきたいと思います。どんな10月だったかな、あんま10月の記憶ないんですけどえ、何したかな、ほんと記憶がねポン飛んでくんで、スケジュール帳みたいですけど、え、何があったかな。10月、私10月何してたかな。え、でもさ、あれじゃない？ YouTube って10月じゃないっけ？もう何も覚えとらん。もう本当にいかんですよ。いや、でも10月どうだったの？意外と長かったのかな？あ、髪切った結構いろいろあったやん。それだけ忙しかったで、そうですね、そういうことよ。ポジティブ。確かに髪切ったね。もう髪切って2週間経ってますからね。2週間以上経ってる。どうなんだろう。でもなんかもうね、半年くらいこの髪型でいるくらいの気持ちです。馴染んじゃって自分の中でも。いや、そう考えたら10月めちゃくちゃ充実してたなって思いますね。 YouTube 解説が始まって、結構なイメチェンもして、そうだね、確かにいろいろあったな。あい、これ確かに確かに。
いい一月でした。10月はもういい一月でございました。11月はでも11月は何だろうな、何が待ってますか。11月はまあでもね、もう11月も12月も皆さん楽しみにしてください。いろいろ本当にまあまあいろいろ待っててくださいって感じですよ。いろいろ楽しみにしとってください。お話し会確かに、あそうじゃん、そうじゃん。なんか私最近さ急にさ、あお話し会11月じゃんってね。そうそうそうなのよ。さっきもさ、え待ってもうお話し会じゃんみたいなのが最近すごいあって。そうなんだ、そうだね、もうだよ、だってもうじゃん、やばいよ、もうだね。緊張です、めっちゃ緊張。えもうだってもうじゃん。なんかまあ、楽しみだけどすごい緊張、ドキドキ、なんかですねですね、楽しみです。いやー11月ね、みんなお話し会って緊張する。でも始まっ、緊張しますよ。だんだんなんだろう、私も緊張がほぐれてくるけど、結構でもほらそう緊張しますよ緊張しますよ、1対1ですからね。皆さんと同じくらい緊張してると思います。まあ楽しいけどね、テンション上げ上げで楽しんじゃってるんで、最初はやっぱりでも緊張しちゃうんですよ、意外とね。え3日祝日だよね。もうだってもうじゃん、こんな早かったね来るの。11月3日かまだまだだなと思ってたけど、全然もう来ちゃったよ、全然最初はエンジン、あどうなんだろう、最初の確かに、でも最初の方が緊張しちゃって、どうなんですか。でも自分じゃ分かんない、でも基本的にねもう楽しくやってますよ、テンション高いって言われるんで、爆笑してますずっとゴーが忘れ、どうだろうな、わでもさ自分じゃ分かんないよね、全部おすすめですよそんな一年あっためですよ、ほんと。なんか今日滑舌悪いな、ろれつが回ってない。だってもう11月始まっちゃったらあと2ヶ月だって1年終わりですけど、今年2ヶ月なんて、だってあっという間だよね、あっという間だ。これからクリスマスの色になっていきますよ、だんだん街が嬉しい。こっからの時期が私一番好きなんですよ、1年の中で。クリスマス始まるぞからのお正月みたいな期間が一番好きなんですよね、嬉しい、すごく好きな期間。正面から見ると結構猫、本当？イエイ。ねえハロウィンも終わっちゃったから本格的にクリスマスですよ。あとお店ももうクリスマス色だったもん、ツリーとかめっちゃ飾ってあったからね。早すぎ、ちょっともうちょっとハロウィンハロウィンまだハロウィン残ってるよって思いましたけど、そう冬好きなんですよ、いいよね、嬉しい。でもどんどん寒くなっちゃうね、またさらにこれから。皆さん体に気をつけて、
今年はでも今年は本当に充実してたなってまだ振り返るの早いけど2ヶ月残ってるけどね、まだありました。なんかさ、めちゃくちゃぐちゃに見えるんだけど、これなんか美味しい、めっちゃ美味しい。まだ食べてなかった。こういうのはちょっとゆっくり食べないと無理なんですよ。一気に食べれないタイプ。そうやね、最初からぐちゃぐちゃに最初からぐちゃぐちゃのことはない。私がぐちゃぐちゃにしちゃっただけです。お店にはとっても綺麗な形で置いてありましたから。そう、私がぐちゃぐちゃにしてしまっただけです。私のせい、すべて食べるの、いや私食べるのでも遅いかも。どうなんだろう、こういう甘いものは配信してるとよりね、普段だらもっと、まあ、スピードで食べてると思いますけど、あと甘いものってなんか一気に食べないんですよね。きつくない、一気に食べると。ゆっくり食べます。うーん、いいな、プリン作りたくなっちゃう。お菓子作りたいな。なんかね、パンプキンスコーン本当は作りたかったんですよね、今日。かぼちゃから。作れなかったけど。もう9時過ぎちゃった。9時過ぎちゃってる、本当は早く食べないとね。本当はもうこんな時間に。まあ、今日はいっぱい動いたんで大丈夫です。全部今日の頑張りがチャラに、いやそんなことはない、そんなことはないですね。食べるたびに感動してしまう美味しさです。ちょっとあの YouTube の話しましょうよ。あの、見てない方がいたらまだネタバレになっちゃうけど、ネタバレしますネタバレします。ハロウィンナイトを踊りましたまあそれだけなんですけど、ちょっと前髪が、早く切らなきゃ前髪私前髪切りたいって言ってずっと何日も切ってない。そう、ハロウィンナイトをね踊った、まあそれだけなんですけど、いっぱい仮装しました。本当に4種類ぐらいあったよね、動画。そのそう、まあ、でも端的というかシンプルにというか、あのただ仮装してハロウィンナイト踊ったよってだけの動画なんですけどそういろんなね仮装をねしてて、本当にもう見ないと分かんないくらい説明できないんですけど、結構みんな癖強めの、あ、普通にシンプルに可愛い仮装からすっごいもう何じゃこりゃみたいな癖の強い癖の強い仮装までしてるんですけど、4種類。そうあのこれは何の仮装ですかって多分皆さん気になると思うんですけどあれは絶対に何の仮装みたいななっちゃうと思うんですけど、まあそちらはね後日その詳しい動画がアップされるかも、かもかもかもって感じなんですけど、分かんないですけどね、何も言えないですけども。そう、癖半分、癖あ半分は普通にもう可愛く踊っちゃってるようで、半分ちょっと癖強めに踊っちゃってるよみたいな。普通でやっぱ踊れ、あ、普通で終われないのが夢見たんでね。そうなんですよ、夢見るから癖取ったらダメ。そうなんですよ、そう夢見るから癖取ったらもう何も残らないことないんですけど、夢見る癖あってこその夢見るですから。
そう、ただのアイドルで終わらない、ちょっと癖ありアイドルみたいなね。ん？え、そしてなんとあの動画、今日の動画が多分私が編集した動画初めてアップされたと思うんですけど、そう、まあまあハロウィンなあんな踊った動画なんてもうくっつけただけなんですけどね。あれはえ、でもあれマジで、あのただ踊った動画を、でも結構普通の踊ってみた動画ってなんだろうよりでも4パターンあったから割と大変だったんですけど、そう4素材が4つあったから結構それをあの分けるっていうのがめちゃくちゃ大変で、ここでどうやってみたいな目ですごい悩んだんですけど、あの歌詞の文字の色がいいです。あれね、昨日でもあれは結構、あ、昨日じゃないか、でもさ私いつもほんと何日、いや何週間でレベルですごい時間かかるんですけど動画作るのに、もうほんとあの動画はもう1日2日くらいで終わりました。いや1日2日くらい作ったのも1日くらいで、だからその後編集修正してみたいな、なんかつけてるから今まで一番楽な動画でした作るのが。そう、最初は本当に動画だけだったんですけど、歌詞つけるみたいな、そっちの方がいいんじゃないかなみたいな風にメンバーからね意見もらったりして、そう、やっぱ可愛くしてよかったなと思いました。最初シンプルだったんだよ、あの歌番組みたいな白地のだけど、もうハロウィンっぽくしてみようと思ってあれにしたら結構可愛いかなと思って、よかったよかった、みんな靴下で踊ってます。そうそう、まあいろいろありまして靴下で踊っております。結構サムネとかもう変えました、いろいろ概要欄も私ですよ、吉田ですって概要欄の人が編集してます、概要欄書いてる人が編集してます動画は。かりんちゃん今のところ何本くらい編集して、何本くらい編集してるだろう、でも本当にそのやっと私の編集した動画がアップされましたけど全然今まで編集してるので、今までこう編集してきて、でこの動画が、あのそのタイミングがね結構アップするタイミングとかいろいろあってからの、今回はもう作ってすぐに出した感じでした。でまだ私編集してて出してない動画っていうのはあります。だからこれから上がると思うし、これからまたねいっぱい編集して上げていきたいと思いますけど、いやボツになることはないというか、まず編集始める、んボツっていうのはあのそうですね、いや基本的にあんまないですね、あんまなんだろう、そのいやないよ今んとこ、一応ないと思う、そう初めて編集した動画はまだですね、そのうち上がると思います。そう、編集した後のボツはさすがにやばすぎるんで、もう精神面でえぐられちゃう、ほんと編集ってめちゃくちゃ大変なんですよ、だから編集した後にボツになっちゃうのは勘弁してくれって感じなんで、ボツになるとしても、まあ、編集前だと思いますけど、今んとこボツになったもないかも、編集終わってない動画っていうのはまだあるけどって感じです。いやほんと編集が死ぬほど大変なんでね、もういやそうなんですよ、だってほんと YouTuber さんとかってやってないもんね編集する、いやでも本当にいい経験になってるなと思います。こんなさ、だって自分が自分
がさ、こうやってまず YouTube やるなんて考えてもなかったしもうそこの話になってきちゃいましたけど、まずそもそもね AKB に入ってこうやって YouTube チャンネル開設するっていうの思ってもなかったし、てか未だに自分たちのチャンネルが YouTube 上にあるのがすごいな、感動しちゃいます。本当はありがたいなって思いますね。そうだしね、こうやって企画考えて動画撮って編集してなんて本当に考えてもなかったからね、めちゃくちゃいい経験させてもらってるなって本当に思いますね。いやでもなんかやっと上がってよかったです。まだ今日のは楽だったけど、編集今日の動画やっとです、やっと上がりました。でも編集感ないもんね、まだくっつけて歌詞つけただけだから、テロップとかまだ入れてないもんね。データ系あのそう、今回のは一番の裏話があるんですけど、今日の動画はちょっと先にプリン食べていいですかちょっとプリン食べますね先に。何で今、やばい、早く食べます。プリンもさ、めっちゃ甘さ、甘すぎない感じでめっちゃ美味しい、食べやすい、美味しい。ごちそうさまでした。ちょっと待って、あったかい飲み物飲んでます。かわいくない？私飲み物飲むとね、ここもなくなっちゃうんだよ。そうで、裏話なんですけどあ、そんな大したことじゃないんです、あ、大したことなんですけど、この4あの1このハロウィンナイト踊ってみた動画で4パターンあったじゃないですか、あの仮装、いろんな仮装をして4パターンで踊った動画、4パターンの踊った動画をつなげた動画になってるんですけど、そのあのね、あれいつ撮ったっけ、結構ね、え、そう、めっちゃその日すごい詰めて編集した日、あ、撮影した日があったんですよ。でその制服バージョンと、あ、そう、4パターン撮った、そう、4パターン全部同じに撮ったで、そうそうそう、撮って、すいません、ね、今頭の中でめちゃめちゃ整理してますそう、4パターン撮ったんですよ、そのめちゃくちゃ他の撮影もした日にね。で、まあ、撮って、よし編集しようってなるじゃないですか。そしたらね、そのまあ写してるわけなんですけど、データを、あのね、制服で撮った動画があったでしょ、あれ以外の3つのデータが全部消えちゃってて消えちゃったんですよ。もうあのすごい、ん、どういうことかなってすごい奮闘して、その機械系というかそれ系に詳しいスタッフさんとかにもすごい相談したりして、めっちゃ頑張って取り戻そうとしたんですけど、そう、消えちゃったんですね怖いその3パターン分の動画が、3つの動画消えちゃってたんですよ。映そうと思ったら、なんか
だからそもそもまずね、あんま、なんだろう、カメラの調子がおかしかったのか、撮影できたかなかったのか、そのデータがなんかおかしくなってて、で、もう使えない状態になっちゃってたんですね。お、そう、だって頑張って着替えて、髪もちょっとセットしてみたいな、すごい大変だったんですよ。めっちゃ頑張って乗ったのにって感じだったんですけど、だってすごいね、もうすごく大変だったんですわ、大変だったわけですよ。あーもうってなったんだけど、まあその次の人がすぐででも撮り直しましたっていうまあそれだけなんですけど、それだけでも やばくない？まあ、データが消えるって初めての経験だったけど、でまだ踊った動画でよかったなって思いました。それだけが好きだった。なんか企画ものとかだったらさ、もう一回やるのしんどいじゃないですか。だからまだ踊った動画でよかったなって、まだねよかったなと思いましたけど、でももう一回同じ動画をね撮るのがすごい大変でしたね。何より着替えがめっちゃ大変だったから、ね、あれは。そう、3個撮り直しました。だからさ、制服の時と髪型が違うんですよ、地味に、ね、いやーそうね、おおと思ったけど、別にそこまでショックじゃなかったけど、まあでもそうね、まだまだ良かったわって思った。ボツになんなくてよかった。柔軟な対応でね、迅速に対応できました。よし、撮り直そうってすぐね、だってよかったです、無事出せて。そうね、確かにゲストとか、確かにそれで消えちゃってたら大変だね。うん、まあそんなこともあってのみたいなね。もうデータが消えることだけはもう絶対にあってほしくないですね、こうやって経験してると。もう企画ものって考えると怖すぎる、鳥肌、うん、でもよかったです、ブージアップできて。たくさんハロウィンナイト見てくださいいいね、踊ってみた動画また出せて。第2弾ですね、踊ってみた動画は夢見るでの。今回は AKB の曲を踊ったんですけど、私はでもあそこではガチ仮装してますからね、メイドみたいな。コメントしておきました、ありがとう。チャンネル登録、高評価、コメントいろいろ待ってます。ちょっとチャンネル登録しやすとかね、頑張っていきたいですよね、もうちょっと拡散拡散。ドライブ第2弾、え、本当にそれは私たちも心からすごい思ってて、でも言ってるんですよね、ドライブしたいねって。そう、早く実現したい。でも本当3人ともドライブしたいってめちゃめちゃ言ってるんで、近々行けたらなって。でも結構本気で話してるんで絶対あげます。ドライブしたすぎて、ドライブ、もうシンプルにドライブしたい。前回はミサと2人だったからね、ハッツと一緒にドライブできたら楽しいだろうなと思いますから。いいよね、ドライブとか。ドライブ動画は多分ね、夢見るのチャンネルで2番目に伸びてる動画なんですよ。視聴回数。ドライブね、いやマジで、え、めっちゃ楽しみすぎるんだけど、3人のドライブとか絶対最高に楽しいですよ。今度はもうすっごい天気のいい日に行きたいですね前回はあいにくの天気だったので。
あー紅葉確かにいいね。早く寒くなりすぎる前に行きたいですね。今のうちにね、11月中とか行けたらいいけどな。どうだ、年内に行けたらいいなと思います。年内にドライブ動画アップは分かんないけど撮影できたらいいな。でもシンプルに楽しみ、その撮影とかなんかシンプルに楽しみ。え、早く行きたすぎる、にやけちゃう。早く、はい、行きたいと思って、お楽しみに、楽しみに。確かに長くなりそうだね。いや次はどんな動画がアップされますかね。夢見える、楽しみ。ぜひ今日アップされた動画いっぱい見てください。みんなもハロウィンナイト踊ろうね一緒に。もうハロウィン終わっちゃったけど、あ8時半から配信始めたっけ。でもね、何時まで配信しようかな。今日何時まででもできそうだぜ。おー嬉しいね。それもあったらそこ見に行ってください。ぜひぜひ何回も見てください。眠そう今日は。でもあーでもね、うん、朝めっちゃ眠すぎて起きるときもうなんかまぶたが重かったんですよね、いつもに比べて。今はでも今は眠くないかな。スクショタイムしましょう、もう一回。何これ、え、猫ってなんだ、これか。え、これ何。あ、これもっと何。なんじゃこりゃ。あ短く強い。猫下手くそなんだけど猫。いや良かったです無事。え、めっちゃ猫じゃない、ちょっとびっくりしたんだけど今。めっちゃ猫耳やん。え、うまく、重く、重い、思ったよりうまかったんだけど、なんかすっごい苦戦したんですよ。ちょっと私めっちゃ不器用すぎて。めっちゃ猫やん。この猫耳カチューシャとかさあなくてもいけちゃうもんやね、すごい猫。猫、え、この髪の長さも、あ、なんかちょっと、羽が、この髪の長さも猫いいね、イエイ。ね、あ、そう、テロップもなんかまあいいか、かわいい、かわいいよねこのテロップ。そう、紙で猫耳作りました。え、うますぎん。イエーイ。なんか、え、すっごい。白くない、めっちゃ白すぎて、なんか細すぎて、え、手大きいよね私。イエーイ、はい、ありがとうございました。眠そうな目してるね確かに。あ、もう髪がめっちゃ出てきてる。確かにインスタに載せよう。あ、いい、うん、そうですね、載せます。
かよ。いや、いいね、黒猫やん。ちゃんと家にあるもので頑張って無理やりとか言ってたけど、結構猫やん。この髪の毛だけで十分猫よ。あとこれね、これとこれがあればもう猫になれます。最強、いつだって猫になれる。イエーイ、ありがとうございます。親戚一緒に拡散、それはありがたいですね。今日のメイクは5分くらいでしました。なんかめっちゃツヤツヤに見える。白、メイクする白。イエーイ。もう配信待って、じゃあ45分になったら終わります。あと15分くらい、それまで話そうぜ。おしゃべりおしゃべりおしゃべり。今日日曜日だよね。だから日曜日感ない。明日からまた1週間が始まりますけど、楽しもう、楽しんでいこう。11月髪型どのくらいかかったかな。最初ちょっと自分で、自分なりに頑張ってやってみたんですけど、結構なんなくて猫耳に。でちょっと調べて、猫耳なんか やり方みたいなでね、あそれ調べたらね、結構でもね、ほんと髪の毛引っ張られてあーってなっちゃいましたけど、ちょっとね、出た。私ここがね、ちょっとあれ、もうちょっと持ってくるべき髪だ。うっさ、 いいねこの髪の長さ。なんか言う。めっちゃいい。もう切りたいよ、もっと切りたいよ。てかサヤリンめっちゃ短くなって、もうあれくらいに切りたい。サヤリンくらい切りたいけど、本当はでも結構ボブも気に入ってるんで、ね、めっちゃショートにしたいけどね。でも私には成人式というのが残っているので、もうこのくらいに切りたい。もうショート、めっちゃショート、このくらいにしたいです。わかりますか、この耳くらいね。なんかいや、いいよね、このくらいの女性見るとパッて見ちゃうんですよ。めっちゃ好き、ショートの。まあまあそうだね。でもそうね、いいね。でもボブもね、ボブは絶対しないと思ってたけどね、やったらやったで、あいいよ。あいいよってなりましたけど、ね、成人式も楽しみだな。成人式、どんな成人式だろう。もう振り袖着るのが楽しみすぎてやばいです。超楽しみ、振り袖。なんか選んでるけどさ、もう選び終わったけどね、振り袖完璧に多分、振り袖一式全部選び終わりました。小物とかまで楽しみです。二十歳ですよ。二十歳ね、ボブ絶対やらないって言ってたんだけどね、ボブなんか似合うわけないって思ってた。結構好きでした。そう、みんな、いや似合うと思うよって感じだったけどね。私はいや、ボブならもっと着るかなとか言ってたけど、結局ボブになった。まあね、よかったですよ。
早く寝よう今日早く寝よう。うん、うんうん、成人式あと1年以上あります。でもさ2週間でこれでしょ。どうなんだろう。まあ2週間だからね、まだ、まあ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 伸びるっしょ。その前撮りが来年の9月とかなんですよ今のところね。来年の9月に十分なロングになってくれてたらって感じですね。でもどうなる、いやー9、10、11ヶ月、え10ヶ月、とかそんくらいあるけど、10ヶ月あったら全然いけますわ私。だからもうこれもあと少しの楽しみです。まあみんなが飽きてきた頃にまあいい感じの長さになってくるんじゃないかな。いやーねそう、振り袖2回切るの、そうそうだよ。前撮り早いよね、そんな早くにやるんだって思いました。前撮りしてからはめっちゃ開くからね。楽しみ。いや、そうね、いや楽、いや楽、楽だっていうの出されたらもう戸惑っちゃうよ。そんな、確かにめっちゃ楽なんだよねこの長さ。確かに確かに。それな。やめて。伸ばしたくなくなっちゃうかな。伸ばしたくなくなっちゃう。猫、猫ね猫猫猫猫と言ったら20日私の中で猫と言ったら20日なんですよ。めっちゃ20、めっちゃ猫、でも猫めっちゃ好きだよね。あの猫めっちゃ好きだよねいつも猫の話してますもん。本当に超猫の話してる。あのお家に猫飼ってらっしゃるじゃないですか。そのポコちゃんだっけパピとポコちゃんがすのポコちゃんの話ずっとしてるの本当かわいたよ。ポコちゃんの写真みたいなのめっちゃ見せてくれるから大好きだ。そうめっちゃ好き。私の中でハッツ、ハッツイコール猫、猫イコールハッツみたいな感じ。このハロウィンの背景というか
もう今日で終わりなんですよね。悲しいぜ。ずっとこれでいいよ。え、じゃあこのさ、なんだろう、ギフトというかハロウィンのギフト、もう今日で終わり。お化けとかコウモリ、ありがとうな。あ、こんな感じで来るのね。いや、そっか、クリスマスか、次は。コウモリ怖いよね、よく見る。クリスマスツリー飾ってあったな。クリスマス、クリスマスの期間めっちゃ好き。コウモリ、コウモリ、え、夕方よくいるよね。えってなって逃げる。コウモリって私実在すると思ってなかったんですよ。なんか幻というか恐竜みたいな感じ、昔はいたけどみたいなやつだと思ってたんですよ。今はもういないと思っちゃうんだけど、最近普通になんか歩いてて、おコウモリだなんとか逃げましたね。ね、怖いやんコウモリなんて。え、めっちゃその辺飛んでるんですよ。ええ、と思って、こんなコウモリいるんやと思って、めっちゃ身近にいるやんと思って逃げましたね。走り逃げました。ね、意外といるんやと思いましたね。福岡には普通に飛んでます。東京は、東京飛んでない。うん、怖っ。コウモリの話してたら怖っ。やーば、屋根裏に巣作っちゃって怖っ。無理や。え、あ、もう40分過ぎちゃった。早いよ。楽しいね、みんな。もう終わりたくないね。もうスタニじゃなくなっちゃった。明日からも頑張りましょう。え、待って、お話し会しやさって、受け入れられない現実。信じられない。早っ、マジか。いやー、早っ、楽しみ、ドキドキ。ちょっと頑張りましょう。楽しみ、お待ちしてます皆さん。楽しみましょうね、来てくださるというか来てくださる皆さん、お待ちしてます。楽しみましょう。いやー、11月もね、いい、よく楽しく過ごしていきましょうよ。イェイ。10月、もうお疲れ様でした、1ヶ月。今年も残すことあと2ヶ月となりましたけど。ね、寒くなりますから、これからさらに。皆様、お体にお気をつけくださいませ。頑張ろう。楽
しもう、楽しんでこう、楽しんでこう、楽しんでこう、11月も楽しんでこう。11月はそうですね、11月って何だろう、ポッキーの日ポッキーの日、ポッキーの日、ポッキー配信しましょうかポッキー食べる配信いいね、そうしよう。11月、いやでも11月もね、そうですね、あんなことやこんなことあんなことやこんなことが待っておりますから、皆さん11月も12月もあんなことやこんなことがね待ってますから、いいいや本当に楽しみ、楽しみすぎるんだけど、11月も12月も楽しみなこといっぱいですね、楽しみにしてくださいよね、動画も上がりますし、イベントもあるし、あれもあるし、あれもあるし、あれもありますし、お楽しみに、楽しんでこうそうですよ、今ちょうど12月5日の12月5日の話し会も嬉しいです、話し会12月、12月、え、11月だって、12月そんなにいいんですかって感じで楽しみですね。いやほんとね、つい最近まで夏だったのに、いやほんとそれな、早早、編集頑張ります、ありがとう、楽しみながらね頑張っていきたいなと思いますよ、イエイ、いや早いね、もう10時で、あとちょっとで、今日もあっという間だったね、ありがとう、改めてあの猫になりましたハロウィン、ハロウィンっぽい、でもハロウィンっぽい配信がちゃんとできてよかったです、よかったよかった、あの皆さんね、素敵なハロウィンを私が色付けできたら嬉しいなと思います、ぜひね、この配信終わったらゆみみるの方の YouTube の動画もね、ハロウィンナイト踊ってますので、もうたくさん、もう今日でハロウィンは終わりですけど、もうね、もうそんな関係ないよって、もういうくらい毎日見てくれたら嬉しいなと思います、よろしくお願いしますイエーイ、そうそうそう、猫ですよ猫です、レアです、私が猫になるなんて、ありがとう、ありがとうございます、まだ猫スプレーたくさんね、いつかねできたらいいなと思います、でもハロウィン、ハロウィンとか関係なしにコスプレなんてね、もうしちゃいますから、じゃあね、もう45になっちゃいましたよ、さっさとお風呂に入って寝ます、今日は、今日も一日お疲れ様でした。今日も頑張った。お疲れ様。明日からも頑張ろう。イエイ。じゃあ終わりましょうか。ランキングをね、読ませていただきますよ。ちょっとこれ大丈夫かな。ああ大丈夫大丈夫大丈夫。きつすぎたかな。ランキング読みまーす。13位ももかんさんありがとうございます。12位ひでとさんありがとうございます。11位モーサンさんありがとうございます。10位ももじさんありがとうございます。9位ルカさんありがとうございます。8位おさっぴさんありがとうございます。7位ひでじろさんありがとうございます。6位おまめさんありがとうございます。5位関西えいとうしさんありがとうございます。4位ひがさんありがとうございます。3位ラボーナさんありがとうございます。2位ぽくれんぱさらんさんありがとうございます。1位はやちゃんさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう、おやすみなさい、ありがとうございました、本当に楽しいハロウィンが過ごせました、それじゃあまたね、ありがとうございました、本当におやすみなさい、おやすみなさい、ありがとうございました、じゃあね、ありがとう、バイバイ、バイバイ。